はい、皆さんこんばんは、ワドツです。あれ、できてんのか。ビーコインありがとう。ちょっとね、今後の放送について大事なお知らせがあるんで、よーく聞いてください。よーく聞いてください。よろしくお願いします。よいしょ、できたかな。コメントどう？テストって書いて。コメントどう？いろいろ考えたんだけど、テストって書いてあるね、みんな。いろいろ考えたんだけど、俺もうなんか、うざいリスナー多すぎるじゃん。うざいリスナーが。もう確定申告がどうだとか、映画がどうだ、スポンサーの支援がどうだとかさ、まあ、ぶっちゃけた話さ、もう普通に聞いてるさ、リスナーさんからするとさ、うざいわけじゃん、トークの。で、今後決めたんだけど、よく覚えといて。キツネ枠、ふわっちのキツネ枠はブロックしないよ。ノーブロック。ふわっちで、キツネ枠はやってる時はブロックしないけど、ツイキャスとふわっちを通常枠でやってる場合、もう話聞かない人、うざがらみする人、ブロックしてく。もう。OK？ 別に、キツネ枠やってる時はいいんだけど、もうさすがにさ、放送にならないじゃん。あんな嵐コメントばっかりだと。で、こっちもメンタルやられるからさ。OK？ それで。もう話聞かないやつ、聞き分けがないやつとか、通常枠はもうブロック入れる。もうさ、だってさ、1円ももらってないのにさ、支援金の名目がどうとかさ、パチンコ行ってるとかさ、関係ねえじゃん。そう思わない？で、普通に楽しんでくれてるリスナーがさ、損するわけじゃん。で、通常枠はまったりやるから、で、キツネ枠に関してはブロックしないから、よく覚えといて。みんな、OK？ オッケー、みんな。キツネ枠はなぜしないの？今説明したんですけど。今説明してわからない人はわからないと思います。これでいくわ。OK。キツネ枠イコールブロックは一切しません。ただ通常枠はもう容赦なくブロックします。 OK。 普通にコメント書いてる人は別にいいんだよ。ただマナー守らない人とかすごい多いから、もうさ、切り替えができない人が多いの、リスナーの中で。ね、嵐当然じゃん。だから通常枠の時は、俺がイライラさせたらブロックされると思って、ブロックされたくない人はコメント控えて。普通に絡む人は別にいいんだけど、何度も何度も説明してるのに何回言っても聞かねえやつとかも、もう付き合う気にならないから。で、キツネ枠の時はブロックしないよ。どんなコメント。連投はダメね。連投はダメ。それでやってくから、よく覚えといて、みんな。もう一回言ったかんね、俺。みんなコンティニューコインありがとう、こんばんは。アホだよね。で、プロフィールページにもこのことは書いておくから。もうね、
わ、空気読めない人はいらない。俺の放送。バカありがとう。アイテムありがとう。まあさすがにでもさ、その何でもかんでも込み入ったこと聞きたい人とかもいるな。込み入ったこと聞きたいし、突っ込みたい人もいると思うから、そういう時はキツネ枠だよ。もうかそらしたいもん俺。別に閲覧欲しいわけじゃないから、いつも言ってるけど。いろんな人がいるからね。ツイキャスに関しては、通常枠と同じ扱い。もううざがらみする人はブロック。うざからむしアイテム飛ぶんだったらいいけど飛ばないかんな。1日のカウントだからでしょ。今日8時間ぐらい枠やってるから、1日のトータルでしょこれ。コンティニューコインありがとう。初見さんごめんね、絡み遅くなって。まあ言いたいこと言ったから。何回言う、今日さ、アキエってやつがまたうざからみしてきて、アキエブロックした。ブロックすんの嫌なんだけど、さすがにさ、リスナーのコメント止まるしさ、ダメでしょ。杏仁豆腐。OK ね。通常枠は容赦なくブロック入れるから。ちなみにもう今後解放しません。今後ブロック解放なし。あ、もうはどうぞ。OK。じゃないとね、もうメンタルおかしくなる。ブロックは。OK。じゃあもう伝えたかんね、俺。ちゃんと伝えたからね。これ書いておこうか。でちなみに通常枠でブロックされたらキツネ枠も見れないからね。通常枠でブロックされたらキツネ枠見れない。覚えておいてください。これプロフィールにしっかり書いておくから。はい、ワドツ。もうダメだ、バカが多すぎて。OK ね。もう言ったかんね、俺。ツイッターに写真いいねもらって、あ、写真いいなと思ったのは、僕バンバンツイートでいいねしますよ。僕写真好きなんで、いいなと思った写真はバンバン、いいと思わないのはしないですけど、いいと思った写真バンバンいいねをしてますよ。キャスは全く同じ。必ずお読みください。必ず。書いとくよ。これでもうダメだったらもう付き合いきれねえわ。キャスは通常枠だと思ってください。
外国人のハッカーみたい。はい、こんにちは。今プロフィール欄に書いておくわ。荒屋敷の解説なかったけど難しいの？いや、そんな難しくないよ。よし、終わった。書いた。
ロフィールに書きました。あーマジかよ、うわうわマジかよ、うわ文字飛んだ、あーうぜえ、マジか、文字数が多くて無理だった、マジかよ、うぜえ、もう一回、もう一回書くの、うわマジかよ、うぜえ、ちょっと待って、どうしよう、文字数制限かかった、うぜえマジで、もう一回書かないと、マジか、どっか削らないとな、うわうぜえ、うわうぜえな、あマジかよ、もう一回書くのかよ、めんどくせえな、わあ超めんどくせえ、いやマジでうぜえ、映画の部分もう消そうかな、映画の部分消すか、お疲れ様です。ああマジでへこむ今の。
理するよ、失礼です。電話番号 A 番になるから気をつけた方がいいよ。電話番号書くと A 番だよ、ふわつい。通報されたら A 番だよ。こんばんは。新しいルールをね、ちゃんと書いてる。これで OK かな。これで OK かな。よいしょ、できた。今書き込みました。ご覧ください。今表示します。先ほども言いましたけど、よく覚えておいてくださいね。皆さんもう一回しか言わないんで。まあ普通の人はね、ほとんどマナー守ってるから大丈夫だと思うんだけど、よく読んでください。読み上げます。必ずお読みください。プロフィールページですね。必ずお読みください。キツネ枠、かっこ匿名枠。ブロックはしませんので自由にコメントを書いてください。連投と他枠誘導はブロック対象です。OK ですか？皆さん。わかった？ふわっちのキツネ枠をやってるときは、ブロックはしません、基本的に。自由にコメント書いていいです。ただ、連投と他枠誘導はブロックします。OK でしょうか ?OK? で、通常枠のとき、ふわっちで通常枠をやってるときは、まったりしたいときや作業枠で使っています。うざがらみはブロックします。通常枠でブロックをされると、キツネ枠の視聴も不可能になります。通常枠はブログ、生活記録用動画です。OK ですか？ OK ですか？ OK ですか？もう書いたし言ったかんね、俺。ノークレームで。ノークレームでよろしくお願いします。はい。通常枠バシバシブロック入れていくから、うん、その代わりキツネ枠の時はブロックしないから、好きなこと書いていい。他枠誘導と連投だけブロックするから OK。
もうこれマナー守ってください。マナー守ってね。了解。みんな分かったね。みんな分かったね。で、ツイキャスは通常枠と同じ扱いです。ツイキャスは即風呂しますから。OK で。はい、以上です。おかずに C ですよ。肖像権フリーなんで。ツイキャスの人、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。ごめんね、お待たせ。もうね、しつこくてうざいのがいっぱいいるんだよ。しつこくてうざいのが。だから、もし書きたいことがあったら、狐枠で書いて。その普通の質問とかいいよ。仏教についてとか、今日何やってたのとか、最近どうとか、普通のコメントは拾うから。うざいやつはもう通常枠で即ブロ。で、ブロック解放はしない、今後。で、なんだっけ、荒屋敷、まなしきだっけ。ありがとう。金魚姫お茶爆50、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。おい、ボタンさん、お茶爆50ありがとう。いつもありがとうね、二人とも。ありがとうございます。マイケルさん、仏教に興味があるの？荒屋敷、まなしきっていうのは、潜在意識の話だね。現代語で言うと潜在意識。で、カルマがどうやって溜まっていくのかみたいな話を仏教的に解説してるんだけど、由意識仏教っていうジャンルがあるのね。そこで発達した学問だね。簡単に言うと、訓習って言って、記憶の痕跡とか思考の痕跡みたいなのが、荒屋敷とかまなしきにデータベースに蓄積されていくっていう話。アンチ対策は和戸監督がお手本。はい、こんにちは、おじい。いや、もうね、しつこい人多いんだよ。だもう通常枠はブロックされるっていう風に覚えといて、アンチは。別に俺アンチもいいんだけど、俺も人間だから、ちゃんと切り分けてやってんのにルール守らない人がいるから、キツネ枠の時は、他枠誘導と荒らしをしなければ何やってもいいよ。ただ、マナーを守らない人とか、自己主張をしたい人とかは、俺の枠向かない。自己主張をしたいんだったら生主やればいいし、ツイッターにクソみたいなツイート書けって感じだから、俺からすると。どうせ誰からもいいねボタン押されねえんだから。俺基本的にうぜえやつと絡みたくないから。プレイシオさんありがとう。各船長いつもありがとう。風船100ありがとう。これみんな OK だよね。みんなは納得でしょ？通常枠の時コメント書きたいもんね、普通にね。まあだから通常枠は囲い放送だと思ってください。キツネ枠の時はもう何でも OK なんで。で、俺はイライラしてる時とか、通常枠やるから、今後。各船長 KP ありがとう。だから、荒らしたい時とか、俺の放送見たいんだけど、荒らしたい時とか、キツネ枠じゃなかったらもう帰るっていう風に覚えといて。はい、こんばんは。書いとこうか。放送の、ルールを。これでオッケーだね。もう今日気分悪かったよ、本当に。秋江ってやつがさ、ずーっともう何回も誠意持って説明してんのに、何にも分かんない。で、俺は基本的に言ってるけど、自由になりたくて配信やってんの。で、リスナーさんはすごい大事だけれども、
リスナーさんのラジコンになるつもりは俺一切ないから。こんばんは、ゆりさん。キリスト好きの友人にワド君の知識話したら、釈迦は一般人でそもそも比較対象が違うって言われて、ってなりました。キリスト教の人からすると、神ではないからね。ゴッド、唯一神ではないから、キリスト教の人とイスラム教の人に話しても無駄。無理。釈迦の考え方は、覚醒者って意味だから、仏っていう概念、そもそもが。人間から超越したみたいな意味合いなのね。人間じゃなくなった人みたいなニュアンス。だから、キリスト教の人とは話は絶対に合わない。で、日本人も仏教を理解してないんだけどね、多くの人がね。本当の意味の仏教。仏教って、戒律がすごい厳しいの、本来は。で、日本に入ってきた時に、戒律が全部なくなったの。全部なくなった。戒律が。だから、それって宗教じゃないの。戒律ありきだから。キリスト教もそうだし、イスラムもそうだし。戒律なき宗教は宗教にあらず。まあ、日本の神道なんだよね、だから。神道。岡田斗司夫が面白いこと言ってたね。神道イストっていう概念がある。神道者のことを神道イストって呼んでる人がいて。で、神道とは何なのかっていうと、歴史が長すぎて習慣だけ残ったっていう。それ面白い解釈だなっていう。誰が作ったのかとか。ああ、ありがとうございました、よっちゃんさん。花火ありがとう。よっちゃんさんから花火ありがとうございます。こんばんは。 M さんの撮影ありがとうございます。お気持ちです。ありがとうございます。ね、M さんのファンの方に喜んでいただけたら嬉しいんですけどね。 一生懸命頑張って撮りました。で、その神道イストって何なのか。神道は歴史が長すぎると。で、本来教義とか教祖とかいたはずなんだけど、教祖すらいなくなったんじゃないかっていう。もう歴史が長すぎて。で、習慣とか風習だけ残った。だから、キリスト教とかもそうなるんじゃねえかみたいなことを岡田斗司夫が言ってて、面白い考え方だなと思ったよ。要は、できたばっかり。みんなでカルト宗教の定義って知ってる？カルト宗教の定義って、教祖が生きてるか生きてないかなんだよ。だから、あと、キリスト教がカルト認定してるかどうかな。だから、教祖が生きてる宗教は全部カルト宗教。で、教祖が死んでからだいぶ経ったら普通の宗教っていうふうに言われるんだって。ね、なんだっけ？荒屋敷、マナ敷だっけ？まあ、荒屋敷、マナ敷は、まあ、データベースだよ。心理学、西洋医学でいうところの心理学、あ、西洋、西洋哲学でいうところの深層心理だね。無意識と、顕在意識、潜在意識みたいな話。それを荒屋敷、マナ敷って言ってるだけ。要は、無意識下のデータベースっていうのかな。脳とか細胞とかに記憶が刻まれるっていう。ゆっくりゆっくり。で、それを習慣化してしまうと、自分の人格形成に影響を与えるっていうことをずっと言ってんの、仏教では。だから、その、ゆっくりゆっくり、たまった檻みたいなものを取っていく。ろ過をしていこうって考えるのが仏教の考え方の修行の一つね。修行の一つっていうか、奥義だよね。悟るためにろ過していって、きれいに心を整えていくっていう。まあ、日本人からすると当たり前の話だけど、だから仏教って、意外と、なんていうのかな、なんて言うんだろう。哲学的っていうのかな？科学的っていうのかな？なんか、日本人が思ってる仏教とは全然違うよ。やることなすこと、理屈が半端じゃなくついてんの。はい、リンゴさんブロックでーす。おめでとうございます。リンゴさん初ブロックでーす。おめでとうございます。はい、1人目。はい、うざがらみしたんでブロックでーす。おめでとうございます。はい、
入れません。そういう、こんだけ説明してもまだ言ってくるのはもうブロックされたいとしか思えないので、さようなら。通常枠は容赦なくブロックします。警報ね、オリジナルだよ。自分で作ったんだよ。そもそもこの枠は中卒の話を聞きに来る枠だから。大学行けば、大学教授の話が聞きたいんだったら。警報はね、自分で作った。どんな人でも使えるように、フリー素材化してるよ。YouTube にフリー素材であげてある。どうも、ブレシオさんいらっしゃい。ありがとう、ワド2、マカロンありがとう。マカロンありがとう。ありがとう、マカロンたくさんありがとね。警報、やっぱエヴァ影響を受けてるからね。インスパイアされてるからね。マカロンたくさんありがとね。マカロンありがとう。ハートありがとう。そう、中卒とポンコツのための枠だから。そもそもここは中卒のための枠だから。マカロンたくさんありがとう。アイテムありがとね、みんな。タバコ3箱ぐらい吸ってるよ。3箱ぐらい吸ってる。マカロンありがとう。もうね、コーヒー6杯、タバコ3箱、もう体ボロボロだよ、本当に。体ボロボロ。フリー素材の提供っていうか、著作権っていうものって何なんだろうっていうこと考えてて、西村博之さんとか、ドワンゴの人って、そもそもクラウドっていう言葉なんだけど、クラウドとかネットのそもそもの概念って、ここは新しい国家なんだっていうふう。クラウドってさ、日本語にすると誰か意味、日本語訳せる人いる？クラウドの意味。黒魔女さんいらっしゃい。風船ありがとう。クラウドってどういう意味？日本語に直訳すると何かわかる人いる？クラウドサービスとかよく言うでしょ。クラウドってネットのことなんだけど、わかる人いる？クラウドを直訳できる人。雲とか、そういう意味なの？雲とか。雲。空に浮かんでる雲。で、そもそも、俺がよく言ってるんだけど、地球って誰のもの？家賃払うのってどうなの？ってよく言うじゃん。実はインターネットをそもそも普及した時っていうのは何をやってたかっていうと、国境がない国なんだっていう概念でみんな楽しんでた。月とか火星とかに住んでなくて、月とか火星自分のものとか、まあそういうサービスは今あるんだけど、もともと言ってなかったじゃん。地球もそうだったじゃん。だからそういう自由を求めて、なんていうのかな。みんなが作ったものをみんなでフリー化していって、で、著作権みたいなものがないし、思想の自由、そういうものがそもそもネットの始まりだったのよ。で、それでできたサービスっていうのが、西村博之の2チャンネルであったり、ニコニコ動画とか、そういう言論の場所を作ろうとか、そういうことだったのね。で、フリー素材っていうか、俺はさ、リスナーさんから飯食わせてもらってるわけじゃん。そもそもが俺が、リスナーさんからの施しを受けてんのよ。で、作るものとかもクラウドでよくねっていう気持ちがあるの。もちろんビジネスはビジネスでやっていかないといけないから、映画とかはビジネスだから映画の媒体としてちゃんとやスポンサーやってってやるけど、基本的に俺がプライベートで作ってる写真とか、みんなの待ち受け画面とか、パソコンのデスクトップに使ったりとか全然していいよって言ってて、俺が撮って、人を撮ってなければ。だからそういう思想っていうのは大事にしないとなと思ってるんだよね。要は人間なんて死んだらさ、終わりなんだから。で、金の話でしょ。で、基本的に、じゃあ水道水ってなんでお金取ってるのって。政府でしょ？企業でしょ？職さんお疲れ様です。政府でしょ？企業でしょ？結局、権力者たちが家賃だとかなんだとか、いろんなものに、関税をかけてるんだよ、簡単に言うと。お金を取るための理由で関税をかけてるだけなの。
で、おそらくなんだけど、もうネットにも関税がかかる時代が来るんだよ。間違いなく。ネットにも何かやるたんびに関税がかかっていくっていう。でもそうじゃないものっていうのも忘れないでほしいね。そうじゃない文化があったんだっていう。だから、なんかね、あとね、まあ話はちょっと変わるんだけど、発言の自由っていうのは、言論の自由を履き違えてる人がいて、言論の自由は保障されてても、誹謗中傷しちゃいけないんだよ。これをね、言論の自由を唱える人がよく間違える。何を発言してもいいけれども、他者の権利は侵害してはいけないのがこの国のルールなんだよ。で、何を発言したもいいんだよ。ただ、他人の権利は侵害しないことが大前提だから。だから刑法があるわけでしょ。だから、誹謗中傷したら、民事訴訟が起こるわけでしょ。だからね、言論の自由を唱える人はよく覚えておいた方がいいよ。他人の権利を侵害することはしちゃいけないんだよ。いくら自由でも。俺はそう思うね。あと今来た人、プロフィール欄よく読んどいてください。プロフィール欄よく読んどいてください。よろしくお願いします。人の攻撃自体がダサい。まあ、まさにそうだよね。あと、信じれないっていう、今朝の明恵の件もあったでしょ。信じれない。何回説明しても、何も説明しても信じれない。ね、経緯を説明しても信じれない。信じれないのは弱さだよ。信じることは強さだよ。これよく覚えておいた方がいいよ。嘘をついてるんじゃなくて、信じてるか信じてないか、まず疑った方がいいよ。人のことを信じることは強さ。裏切られても自分が自分としていられるっていうことでしょ。で、人のことを疑う。信じれない。これ弱さだよ。要はその人に依存してる。でしょ？これはよく覚えておいた方がいい。俺はだから基本人は信じる。基本人は信じる。だけど、信じてもらおうとは思ってない。弱い人間は勘ぐるから。もし自分が勘ぐってしまったら、それがどうしてなのかっていう根源を探った方がいいよ。いらないという現実っていうか、自分が必要とされてると勘違いされてるんだよね。勘違いしてるんだよね。多くの人はさ、誰か代用、俺はね、仕事とか自分がやるべきことっていうのは、自分じゃないとできないこととか、自分じゃないと機能しないことっていうのをやろうとしてるの。誰かがやって世の中が回るんだったら、自分がやるべきことじゃないんだよ。そう思わない？機械がやったり、外国人がやったり、学生がやったりして回るような仕事って仕事じゃないと思ってんの、そもそもが。そもそもそんなもん仕事でも何でもない。自分じゃないと機能しないものっていうのを俺はやろうとしてる。自分じゃないとできないことだよ。だから誰かがやって誰かが回る仕事って給料が安いんだよ。そうそう、やりたいことやるのが一番いい。もうやりたいことやるっていうのが、そもそも自分、なんていうのかな、自分にしかできないことだからね。で、多くの人はそこから逃げてる。だから俺のことが憎くてしょうがない。こんなのはダメなことなんだって思い込んでん。違うよ。子供の頃みんなやりたいことやりたかったんだよ。でもそこから逃げた。だからやりたいことやってる俺が羨ましくてしょうがない。理由をつけて叩こうとするんだ。でも俺はさっきも言ったけど、他人の権利は侵害しないから、やりたくないことをやってる人を別に興味がない。やりたいことやれとは言わない。俺はやるっていうだけで、自分の意思で決めて。ただ俺の権利を侵害するなってことよ。
はい、リコさん、こんばんは。石野見てるとたまにムカつく。でもね、俺は、なんていうのかな、他人の権利は侵害しちゃいけない。要は、なんていうのかな、郷に入れば郷に従えだと思う。はーい。はーい。届いた。でも、人の飯、人から飯食わせてもらってるわけじゃん。石野の場合、個人に依存してるわけだから。あ、ありがとう、リコさん。フォローしてくれてる？そう、谷さんには石野を捨てる権利があるっていうことをね。来た来た。買い物いっぱいしたんだよ。あ、これね、リスナーさんからのプレゼントではないんですけど、自分で買ったものなんですけど、みんながくれたアマゾンポイントで買ったんで、実質これみんなからのプレゼントです。コツコツ貯めてたアマゾンポイントで買いました。アマギフ。まあ、主にね、ニンニがコツコツ何ヶ月もかけて、ニンニが1000円、2000円って何回も送ってくれたのを貯めてて、今回一気に使いました。ですね、今回買ったのは、配信機材のパワーアップですね。まずこれです。ブルーです。ヘアカラーブルー。きた。ヘアカラーのブルーです。マリンブルーです。ヘアカラーブルーにします。届きました、ヘアカラーのブルー。みんなありがとうね。で、バッテリーです。モバイルバッテリー、アンカーのバッテリーなんですけど、今、1個、これ持ってるんだけど、旅配信とかするときに、これ1個じゃ、不安だっていう点が1点。あともう1つ、機能を拡張しようと思って、もう1個買いました。これ、薄型のモバイルバッテリーになります。これはバッテリーなんだけど、スマホみたいな薄型なんですよ。これですね。アンペア数はちょっと小さいんですけど、訳は後で話します。薄型です。これね、スマホよりもちょいあれなんだけど。で、これなんで薄いのを買ったかっていうと、これ3000円ぐらいだったかな、新型で出たんだけど、これだとね、スマホクリップ、分厚くてスマホクリップに挟めないんですよ。これをスマホクリップに挟むようにします。要はね、携帯配信で外歩くときに、スマホ1本、腕1本にスマホとスマホのバッテリーを組むことによって、ポケットとかガチャガチャしないようにするための道具です。スマホグリップっていうのはね、配信し、あ、ボタンここか。ちょっとこれ使い方がわかんねえな、まだ。スマホクリップってあれだよ。スマホホルダーだよ。簡単に言うと。スマホをカチャって止めておくホルダーあるでしょ、ここにカチャって。配信者がよく使ってる。で、これは、まあそういうことで、ここでいいな。ついに染めますよ。今日染めてから寝る？染めてから寝ようかな。どうしよう。で、次。これが、雲台ってやつですね。雲台2つ買いました。これが1個800円かな。ヨドバシとかだと1000円で売ってるんだけど、ちょっとね、これは不安がある。安い品だから、物が良くないかどうか。あー、重てえな。ちょっと重たいね、思ってたより。こういうやつ、あ、大丈夫かな。あ、失敗したかも。あ、大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。いけるいける。はい、これですね。自由雲台ってやつですね。
これをつけることによって、こう、カメラとかスマホホルダーがぐるぐる動くっていうやつです。これを2つ買いました。あ、いいわ。大丈夫だわ。ちょっと俺が使ってるやつよりも安いやつだから、ちょい不安があるかな。まあまあいいでしょう。まあいいでしょう。自由雲台2つ。成形してポケット？いや。これを2つ買いました。まあ、半額の値段で買えるにしてはいいけど、ちょい重たいかな。ちょっと俺が使ってるやつより重たいは重たいな、これ。ちょっと重たいけど、これを2つ買いました。1個はスマートフォンにつけるよう、1個はスマートフォンにかませるようで、もう1個はバッテリーのスマホクリップをこうかませるっていうやつですね。この2つです。買いました。バッテリーとヘアマニキュアとカメラに使う機材の雲台ね。まあ、配信機材だね、これは。で、最後に、これ。これがスマホクリップ、さっき話した。これね、ちょっと高いやつです。スマホクリップってさ、100均とかでも売ってるんだけど、これ4000円します。で、1個壊れたんだよ、俺が使ってんの。で、今使ってるやつも2個目で、壊れるの。これめちゃめちゃ高いやつです。多分最高級品ですね。マンフロットっていうメーカーのスマホホルダー。これは高い。これは高い。アルミ合金で。ただまあもう、壊れて買い替えて、壊れて買い替えてを繰り返してもあんま意味ないんで、思い切って買いました。で、これはもう実際物を、その先輩が使ってるのを見て、で、もう、これいいなと思って。これです。これは4、これだけで4000円します。で、ここにネジ穴がついてるんだけど、簡単に言うと、これをここにつけます。OK。で、こうつけると。そうすると、こうなるのね。で、ここが曲がるんですよ。こういうふうに。鉄でできてんだけど、こういうふうになるの。普段まっすぐにしておいて、ポケットとかに入れておけるんだけど、こういうふうになります。で、ここの後ろのグリップを回して、こう、伸縮がすると。で、まあ、普段は携帯とか、その配信するやつをこう挟んで、縮めて、止めておくと。で、これで配信ができると。もしくは視聴ができると。で、この雲台なんで買ったのかっていうと、雲台を回すと、こういうふうに移動ができます。こういうふうに。で、ここに三脚。例えば、こういう三脚とかが、クリップとかいろんなものがあるんだけど、ここにネジをつけると。例えばこれにつけようと。こうすると、簡単に言うとこういうふうになります。わかる？この三脚の、三脚でもクリップタイプでも何でもいいんだけど、こういうふうにして配信ができると。こういうふうに。便利でしょ？っていうのが今回、皆さんから使わせてもらったやつですね。で、なんでバッテリー変えたかっていうと、これです。この、でかい方のバッテリーはつかないんですよ。厚みがありすぎて。だから二股に分岐して、一個をこうやってやります。で、ここに分岐した二股にスマホをつけます。で、あとはこれ持ってれば配信ができると。こういうふうな、配信機材に、ちょっと投資をさせていただきました。まあ、これさえあれば、なんだろう。なんていうのかな。自由に、もう手軽に配信ができるんで、長時間。っていう機材になります。はい。これですね。まあ、ガジェット強いけど。
配信機材に皆さん、まあ主に任意なんだけど、天城府いただいた分はこちらに投資させていただきました。ありがとうございます。ちょっとね、二股だけね、なんか住所が未確認とかでもう一回再発注になっちゃったからあれなんだけど、ちょっとこれ重たいな。まあこういう機材構成になります。よろしくお願いします。かっこいいでしょ、このスマホホルダー。これやばいでしょ、超かっこいいでしょ。マンフロット、これね、こうクリックリってなって、伸縮はここまでいけるね。これはいいよ。縦はいけないかな、縦は無理か。これはいいね。外れない。大丈夫。ギフト券がね、欲しいもの買えるから一番、まあぶっちゃけな話、現金な話で申し訳ないんだけど、ありがたいね。貯めることができるし、お金が一番いいんだよ。商品券とお金が一番いいんだよ。嫌な話だね。ということです。どうしよう、今日染めてから寝る？やる？やる？どうする？染める？染めたら2時間ぐらいかかるよな、今から染めたら。見たい？2、3時間かかるよ。1回ブリーチして、まだ黄色いから、ブリーチしてさらに塗るんだよ。やる？ブルー見たい？マジか。マジか。眠い。いや、寝てないんだよ。8時間やってずーっと作業やってて。見たいか？やろう、じゃあ。やるか。じゃあ、携帯配信でもいい？携帯配信します。じゃあ、次枠は、スマホ配信でふわっちで、髪の毛をブルーに染める枠やります。皆さん見に来てください。お疲れ様です。アイテムありがとう。今この